日本三重県中勢津市白山町山、殿屋白山町山殿屋は、三重県津市の大技。津市中部、津市役所から、西南西の方角に位置する。北は、白山町八大屋、東は、白山町北家城、南は、白山町富士、西は、白山町伊勢見と接する。主に、大仙、神出、月明、下小場、北出などに分けられる。 東西を、丘陵性の産地に挟まれ、その間に田が広がる。農業では稲作が盛んで、酒米の山田二色の栽培が多かったが、1980年代前後には、養鶏やイチゴ栽培などが導入された。北部には、別荘地が開発され、航空自衛隊の宿舎も設けられた。市内には山田宮集会所、山田野上集会所の二つの集会所がある。 住民は共同で花壇に花を植えるなどの活動を行い、その花壇には、ここは山田屋ですという看板が立っている。平藩期の方言2年3月25日上書院に、古藤原頼長の山、楽そうとして登場し、頼長が亡くなったため乾物は国庫へ戻され、地理は飲料となった。あずま鏡の漢儀3年6月22日上には、山、 他の層が、西園寺巫氏に譲られ、鎌倉幕府から安堵されたことが記載されている。また、上岸寺文書の天文17年6月吉日の記録には、山田屋の人の名が見られる。江戸時代には、山田の村として、伊勢国一市郡に属し、津藩の配下にあった。村高は、元六号町では881国余り。 天保号朝では938国余りであった。完成8年、大村の王将や池田佐助と結んで村民が年貢上納をめぐって百姓一揆を起こし、辻下まで退居、11人が吟味され、1人が入老の刑に処された。苗字立脇を許された者は6名おり、文久3年の天中組の変に際しては2名が追悼に参加した。 明治、昭和、平成の3度の市町村合併を経験し、大技として現在まで存続している。1901年には、山田屋から青山高原を越えて、奈良県に至る塩見街道が拡幅され、荷車の自由な往来が可能となった。1971年、三重県企業庁は、 山電屋を含む地域を別荘地開発することを企画して幼稚買収を開始1973年に別荘開発された山電屋の一部が分離伊勢建築が誕生した白山姫神社ここだけに限らず白山町の歴史として7羽の鶴が飛び立ち降り立ったところに神社ができたという伝説があるこの伝説で生まれた神社は 白山姫神社と飯島都民から親しまれてきた。この白山姫神社は、県有形文化財建造物に指定されている。その名の通り、山田と野のある地であったことにちなむ。2019年6月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。人口の推移。なお、2010年以前は、津市に、合併前の推移。また、 1995年以降は国勢調査による人口の推移、世帯数の推移。なお、2010年以前は津市に合併前の推移。また、1995年以降は国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。津市の新設合併の際に同じ。 夕焼け小焼けでも違うレコードが用いられた。同じく新設合併の時に、エーデルアイスから、スシミンカに変えられた。ありがとうございます。